7月26日、水曜日の山陽新聞ニュースです。多彩な海の生き物が集まる天馬や夏の夜の水族園が26日、岡山市の天馬や岡山店6階以前開館で開幕しました。照明を落とした会場には神秘的な夜の海の世界が広がり、親子連れらがカラフルな熱帯魚などおよそ80種1550匹の展示を楽しんでいます。 優雅に泳ぐ赤海メやつぶらな瞳のコツメカワウソは餌やり体験が可能です。会期は8月21日までです。岡山市にある森の町グレースで開催中のデジタルアート展覧会、親愛なるともフィンセント、動くごッホ展の来場者数が26日、1万人を超えました。1万人目は、総社市立総社西小学校3年の江原光則くん8歳です。 母のナオミさん49歳と夏休みの思い出作りに訪れました。花束と記念品を受け取ったエバラ君は嬉しい。自画像が瞬きしていて面白かったと笑顔で話していました。会期は8月25日までです。 岡山市は26日、健康的な活動に取り組む市民を対象に、景品と交換できるポイントを付与する新たな健康ポイント事業、岡山晴れ活プロジェクトを8月1日から始めると発表しました。以前実施した岡山健康大作戦を一新して、対象年齢を引き下げ、日常活動でポイントを稼げるよう、基準を広げるなどして市民の参加を促します。事業期間は2025年度末までです。 続いて、天気予報です。7月27日、岡山県南部は晴れ、時々、曇り、ところにより、夕方から夜の初め頃、雨で雷を伴い、激しく降るでしょう。最低気温は25度、最高気温は37度でしょう。 岡山県北部は晴れ、時々、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。最低気温は23度、最高気温は36度でしょう。降水確率は岡山県南部、北部ともに午前0%、午後20%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞。 もしくは、サンデジをご覧ください。